はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はなんだっけ、あれだな、あの超マジフェスのログインボーナス25日目でもらえたこの星5確定ガチャチケットを回す動画を撮ろうと思います。で、ついでに最近星さんがね、だんだん SSS になってきて、コンペンがね余ってきたのもあって、こちらね、あの悠々メダル5000たまったんで、星5確定ガチャチケットをこれ交換して一緒に回しちゃおうかなと思います。でね、これ2月28日までってなってるんだけど、これは来月になったらまた交換できるようになるのかな、そこちょっとねよくわからないけど、ちょっと一回ね交換してみようっていうことで、じゃあ早速ガチャを回しに行こうか。先にちょっとこの優勝霊石のやつを回しておこう。森だけど霊気はでかい。うんうん、わあ、こんなん買ったか、今来たかと思った一瞬。クワバラはまあいいかな、星4。うん、で、プレミアムの方、まあ通常のやつの優勝5霊石のやつもついでに回しておいて、お、黄色いだ、あーダメだ、霊力が、これはしょぼい。あとそう、ポイントガチャもちょっと溜まってたんで回しちゃいます。はい、青で森は、ダメだね。はい、そしたらチケットも順番に回していこうかな。22枚4枚2枚か。じゃあ行きましょう。黄色だけど森、霊気はでかい。うん、もう一丁、よし、さあ誰だ、まず1体か。あれ、これなんだろう、この真っ黒いのはなんだ。ああ、なるほどなるほど、シルエットがほとんど黒くて分かんなかったな。はい、じゃあもう10連。お、なんかさっきより条件はいいが、これとびっきり良さそうなんだけど、こういう時に案外来ない時もあるが、おお、連続、ありがたいです。1,2,3,4 4人いるな、一体か。あ、ボタンだ、ボタンは嬉しい、ボタンは嬉しい。じゃあこのまま2回。うーん、オーラは溜まってないな。はい、あそこなんもないとちょっと寂しいよな。で、続いて星4確定ガチャチケットを4回。どうだ、まあここで来なくてもね、この後の、あ、本当に来ないな。星5確定2枚が本命なんで、うん、じゃあこの星5確定ガチャチケット2枚引きますか。いきます。はい、まあこの辺は安心して見てられるからね、何が出るかっていうだけの問題で。クワバラとジンか、なんとも言えねえとこ来たな。はい、ということで、ちょっとキャラ強化していくか。まず星4の桑原が、お、SSS まで
行きましたと。いいね。続いて、お、星さんの限界が SSS まで行ったと。まあまずこいつから行くか。はい、SSS まで行って、で、回答から行こう。回答は A。で、こっから3連発だね。星5の桑原体属性が F。鎧脱いだ V が F。で、ジンも F までと。そうか。で、ついでに総合力ボーナスを獲得と。今回は G のやつしか被らなかったってことかな。あ、違う違う。あ、まあ G のやつしか被らなかったのは変わんないけど、ボタンもだ。OK。ボタンは結構嬉しいな。はい。他はないよね。うん。というわけで、まあちょっとね、今主力になってる上の方のやつだはゲットできませんでしたが、まあ普通のガチャチケからも星5が出てるんで、外れとまでは言い難いかなって感じかな。まあちょっと桑原陣とかこの辺当たってるのは、まあ星5確定ガチャチケットから出たものって見たらちょっと狙いとは違ったかなって感じですけど、まあでも星4のクワバルとか SSS になってんのはね、4次元屋敷とか考えたら結構使えそうなところですかね。うん。あとまあサポート、そうそうそう、あの動画ねしてないとこでまたね、あの優勝5霊石のやつで実はことが出てて、まあその時はね30でまだ D から C にはできなかったんですけど、ことも一応 C ランクリーチになってますっていう話をね、ついでにしておこうかな。うん。まあ今回はそんな感じで、星5確定ガチャチケット2枚とその他チケットを引きましたという感じだね。相変わらずクラマと鈴木が来ないままだね。この2人、かなり重要なんですけどね、壁役として。いつ引けるのかな。うん。まあ今引けてないのはそれに加えて中とあの鎧着たままの V との4キャラか。サポートはまだ全然出てないのいっぱいいるんですけどね。コエンマ欲しいな。まあそれはそうと、今回はこのね、あの揚力タイプのボタンが被ってくれたのが一番嬉しかったかな。ってことで、今回の動画はこれで終わりにしようと思います。では、ありがとうございました。はい。